片言じゃないで。友達やで。マーラシンジです。はい。今日の企画は、可愛い子からモテるには、を紹介していきたいと思います。いつもね、モテるとかしてると思うんですけど、特に、可愛い子からモテるには、どういうことをするとか、どういう人がモテてるんかなっていうのを紹介していけたらいいかなと思います。はい。これは私たちの周りはね、可愛い子たくさんいるんで、その子の彼氏さん、歴代の彼氏さんの特徴とか、こいつの彼女ずっと可愛いな、みたいな人の男の子の特徴とかを言っていけたらいいかなって思います。はい。姫様、これは女の子をお姫様扱いする男の子、が多いなっていう風に思ってて、可愛い子って結構プライドも高かったりとか、もうなんか結構自己肯定感高いのよな、お姫様扱いをされてきたんよ今まで、だから大体めっちゃ可愛い子のお父さんってめっちゃ甘やかしてんねん、その子のこと。もう迎えに来てくれるのか当たり前みたいな、全然車でなんで来てくれへんのとかみたいな感じの子が多いんよな、そういう子の彼氏は彼女をお姫様までは何々様まではいかんけど、扱い的にすぐ迎えに行ってあげたりとか、なんか何でもしてあげたりとか、そういう子が多いなって思う。その子が付き合う前のエピソード、車でドライブデートするってなった時に、寒いからって膝掛けも用意してくれてたし、この首に巻くようなやつも用意してくれてたし、飲み物も用意してくれてたし、なんか何言ってもそう出てくるみたいな、でそういう人がパパがそんなんやったから、私もそんな人と付き合いたかったからめっちゃ理想みたいな言っとって、こういう扱いを今まで受けてきたから、そうね、それがないと無理なんかもしれない、あると思う。さすらやったらさ、そういう扱いされたらさ、なんかめっちゃ気遣って言われて申し訳ないみたいな若干思うけど、そうやって生きてきた人たちはこれが普通やから、でもあるらしい、なんか顔の美人論みたいななんかあるらしくて、顔が可愛いこと娘の子の間には生涯年収1000万変わるらしい、1000万ちょっと変わるっていうのがなんか学校の授業でやってるらしくて、そう言っとった。しかも美人の子が美人の子やって1000万違うらしいですよ。もうだから言ってた、持ってるやん、それは持ってる側の人やって。この企画聞いた時にこれがいっちゃ思いついた。あー、なるほどな。うちがいっちゃん最初に思いついた、言っていい？いいよ。はい、顔みたいな、普通に。どういうこと？これは、面食い？面食い？な子は大体可愛い。特に、今までの彼氏が全員イケメンやった場合、特に面食いの子が多いなって思った。一回でも、ちょっと普通の子挟んだらもう面食いじゃなくなるけど、大体の子。けど、今までイケメンやったり高くない？雰囲気イケメンぐらいには近づけないと、めっちゃ可愛い子おったけど、その子も面食いしか無理って言ってたけど、あれ今回そこまでめっちゃイケメンじゃなくないっていうか、大体雰囲気イケメンだから、雰囲気イケメンに寄せるか、もう元がいいかのどっちかじゃないときついんじゃないかなって思う。なるほどね。可愛いからめっちゃ寄ってくるわけやん、人が。かっこいい子とかも寄ってきて、全部さ、一緒やったら顔がいい方を選んじゃうんやろな。可愛い子とさ、沖縄行ったんや。じゃあ何もプランが組み立てないのに、めっちゃすんなり行くね。全部なんか助けてもらえんねん。そう、何でもいい方に行っちゃう。可愛い子と連れとったら、何々連れてきましょうかとか、そう、送ってももらえるし、本当に楽。一緒に何々しませんかとか。そうそう、でも悲しい。だってさ、絶対こっち見てないやんって思うもん。絶対こっちやんって思っちゃう。いや、分からんで、ワンちゃん、こういうシーンズやと思ってたから。あー、それやったら嬉しいよね、本当に。褒めない。まあ、これはなんかよく言うんじゃないかって思うんですけど、顔可愛いからって、顔可愛いってすぐ褒めない。今まで褒められてきたからそれが当たり前っていうのもあるよ、ね。そうやねんな。正味さ、うちらもさ、褒められて生きてきたよ、親とかでな。そやからその気持ちはさ、共感しよう。あ、オッケー。うちらもでも一応、なんか親とかに可愛い可愛いそうされてる。からこんなんしてんねんで。から顔出して YouTube できるよ、ね。そう。じゃないとできんくないだって。しかもさっちゃんなんて一人っ子やしさ、一人っ子やし、孫の中で、いっちゃん下の女の子唯一やね、孫で。もう。でもさっちゃんは、美人の、メンタルというか、マインドは持ってると思う。あ、ほんまに？嬉しい。あとは顔が追いつくだから。あとはもうちょっと顔が追いつく。女の子って言われるやん。可愛いね、みたいな。で、可愛いねって言われるよりさ、やっぱり性格パッて褒められる方が嬉しい。可愛いやん。可愛いの方が嬉しいやん。仲良かったら、わかるわ。嬉しいけど、初対面とか、男の子、やっぱ可愛いか、女友達は内面の方が嬉しいかも。
あ、わかるわかるわかる。男はなんか結構可愛いのが嬉しいから。わかるわかるわかる。可愛い言われ慣れたまで到達できてなさすぎて。わかる。もうほんまにやめろみたいな感じになりたいよな。特別。女の子から聞いたことじゃなくて、うんうん、こいつの彼女ずっと可愛いなって思う男の子の特徴やねんけど、うんうん、ああなるほどね。サツからしたらなんでモテんのって感じやねん。へ、なんでそんな可愛い子が彼女になるんとかなってくれんのって感じやねんけど、今思えばその子ってめっちゃ女の子の友達もおるはおるねんけど、うんうんうん、めっちゃ女友達感で接してくんのよな。あー、もうなんかお前ってお前キモいってみたいな感じの、ね、やけど多分彼女とか落としたいとか好きって思った子にはめっちゃ優しいね。でめっちゃ彼女もう好き好き好きみたいな感じで扱うねや。だからその特別感が多分めっちゃいいんやろうなって思って、なるほど、ね、女の子の優越感を満たしてくれる感じが可愛い子ばっかり持ってるんかなみたいな。その優越感マジやったことないよな。ないないない全然ない。あ、この人やったらあの友達感あるなって思ってるけど、やっぱ一人にはあるね。そう、めっちゃほんまにモテる理由が全然わからんくて、もう自分は対象外やっただけ。そうやね、そうやね、モテる理由わからんの対象外やっただけ。対象外やっただけ。そこまでっていうのは、はい、まあ、そこまで攻めないよっていう、うん、可愛いなとか、うん、なんかチャラい感じでいかない。うーん、そういう子って最終付き合う子ってチャラくないよ。あ、誠実そうに長期的に見て最初友達で入ってる説も多い気がする。とかなんか入ってなくても最初からなんかそういう慣れっこく来るんじゃなくて紳士的な感じで接してくれる人って感じ。徐々に詰めてくる感じ。経験したことないんだけど、うん、ないんだけど背高い。あー、いつも前だった。背高いと思って。でもそんな書きたくないけど、なんかさ、うん、背ってさ身長ってさ、うん、変えれへんやん、うんうん、なんかめっちゃ怖い手術せん限り、うん、そんな書きたくないけど、うん、その好かれてる子は彼氏だいたい身長高い。顔がいいか身長高い、うん、どっちか持ってるイメージあるよな。顔がいいって言っても雰囲気イケメンやったらそれは顔がいいって入るけど、うんうん、どっちか持ってるイメージある、うん、なんかスペックが飛び抜けてる人、うん、そうやね。学校とか学生の間とかの方がさ可愛い子と付き合える説は多いかもなって。あー確かに。だってさ学校があったらその狭い中で見るやん。特に高校生とかさ、大学だったらちょっと外から関わりがあるけどさ、うん、高校生とかこの中で見るから余計にさ、うん、スペックの争いがさ、うん、そんなさなんか高くない気もする。もうほんまに可愛い子は、うん、ほんまに人生得してると思う。札いやほんまに思うわ。えもうほんまに思う。いやもうマジで沖縄で行っちゃうのってもうほんまに思う。あ、もうそうやし、なんか困ってたら誰かが助けてくれるっていうのもそうやし、うん、あの面接系、うん、絶対可愛いよってあるねん。確かに親から可愛い子は言われてたってから。そうそう、ボンボンではあるよな。金持ちみたいなメンタルではあるよ。やっぱり一応めっちゃ可愛いって言われて育てられる。そうそう、可愛いな、ほんまに可愛いって言ってるし、可愛いみたいな言われてきたから一応な。でも親戚のお母さんとかね、テレビにさ、うん、芸能人って、あれ、サツとめっちゃ似てるって言われて。だって、サツはコメント欄でこの前、広瀬に似てるって言われてたの。みんなも甘やかしてくれるんだね。そうそうそう。でもたまにさ、なんでこんなブスなのみたいな。え、だってヨッシーってめっちゃ言われる。あ、言われる。え、だってさ、ほんまに分からなくて。言われとは。マジさ、画像パッと出して見てほしい。で、こうやってちょっと横向いてみ。ここが多分一番似るんだ。わかんけどな。顔のさ、あれちゃん、輪郭ちゃん。輪郭ヨッシーな。え、だって輪郭こんな感じのヨッシーって。マイラのヨッシーってさ、顔さ、なんかひょうたんみたいじゃなかった。俺ガチでヨッシーに見えて、なんか緑に見えて。あれ、お前も帰れ。そう、うち帰るって言われるね。積極的。おー、あれさっきとうちとも反対、ね、真反対なんですけど、これは春が言ってたのは多分ちょっと陽キャ系の可愛い子やと思うね、うん、こっちは陰系、おとなしめの可愛い子。あー、なるほどね。俺男女の飲み会とかコンタイプの子、の彼氏は積極的やったなって思う、うん、へー、そうなん。陽系の子はぐいぐい行かれるのに慣れてるから、うざいってなるかもしれんけど、おとなしめの子は来られないと自分からは絶対いかんから、1位決めるか、うん、一番これしたら可愛いからモテますよってことね。いっせーので、お姫様。あ、ちょっと待った。出会った時にその顔のうちらが多分思う、うん、あ、こっからはいけるみたいな顔はあると思うね、うんうんうん、なんか清潔感問題とか、うんうん、いける範囲が雰囲気イケメンからいけるようになるから、うん、だからまずこれを持ってる人で、うん、からのその人がこの接し方やな。そうやね、うん、ほんまに可愛い子ってマジで甘やかされてる。え、そうだから、そもそもなんか金持ちやねん。そもそも家計がやねんけど。わかるわ、わかるわ、わかる。なんか金持ちやねん。なんか金持ちやねん。これぐらいされないと、うん、なんで私はそ
そんな雑に扱うのってなると思うねんな。長くここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。